どうも峰本です。このチャンネルでは太陽電池の科学、経済、そして未来についてお話しします。今回は番外編@応物学会での発表の後半です。2021年春の応用物理学会の学術講演会の多元系化合物が牽引する太陽光利用拡大と応用物理というシンポジウムの中で、太陽光発電の裾の拡大に向けた情報発信、 YouTube 太陽電池大学という講演をさせていただきました。この学会発表をベースにして、今回は後半として運営者目線としてチャンネル開始の経緯、目的、思いについてお話しするとともに、太陽電池の動作原理にも触れます。それではどうぞ。経緯ですが、個人的な考え、そして PV を取り巻く状況があります。まず私自身の考えとして、私は今45歳ですが、20から30代の時は大学で研究をバリバリしたいというのが強かったです。多元蒸着装置で CIS の結晶成長の研究をしたり、リフトオフ法を開発してフレキシブルな CIS 太陽電池を作成したり、ペロブスカイト太陽電池の最適設計をシミュレーションでしたり、また長期にわたる研究ですが PV システムのフィールドテストを行っています。そして40代に入って、もちろん引き続き、これらの研究も力を入れていますが、研究に関する教育をもう少し広げて行いたいと思い、この太陽電池大学を始めました。また活動の幅を広げたいと思い、起業しましてスカラーズ株式会社という社名ですが、 PV の新ビジネスの技術的なコンサルティングや受託業務を行っています。次に PV を取り巻く環境です。今後さらに大量に PV が普及しますので、 PV に関わる方々が増えます。こういった新しく勉強を始める、研究を始める、またお仕事で関わる方に対して PV に関するなるべく質の高い情報発信を行いたいと思い、太陽電池大学を始めました。この PV の伸びですが、日本を見てみますと、2019年までに導入された PV システムは実に63ギガワットにも及び、世界の約 10% を占めます。これは単純計算ですが、出力400ワット、大きさで言うと2メートル ×1 メートルぐらいですね。この PV モジュールであれば 1.6 億枚で、1メートル幅のモジュールを並べるとその長さは赤道8周弱にもなります。これは日本の電力需要の 7.6% を賄うという計算になります。世界全体で考えると、世界中に設置された PV で世界全体の約 3% の電力を賄っているという計算です。感覚として PV がだいぶ普及しているように思っていましたが、この数値を見るとまだまだ伸びしろがあるように感じます。次に日本のエネルギーについてもう少し詳しく見てみます。日本の最終エネルギー消費は2017年度で 13.4 エクサジュールでした。エクサとは10の18乗のことです。これをキロワットアワー換算すると 3.7 兆キロワットアワーになります。この最終エネルギー消費に対して電力消費は約1兆キロワットアワーです。つまり最終エネルギー消費に対する電力割合である電力化率は約 26% です。これは皆さんの感覚としてはどうでしょうか。私はもっと電力化率が高いかなと思っていました。さて、この 26% のうち PV が占めるのはこの 7.6% なので、最終エネルギー消費全体に占める PV の割合は約 2% ということになります。つまり電力の中で PV の割合を増やしたり、そもそも電力化がそこまで進んでいない分野で電力化率を上げるということがきっとできると思いますので、 PV の伸びしろは大きいと言えます。次にネットでの動画視聴についてお話しします。2019年はインターネット広告がテレビ広告を上回ったとのことです。インターネット広告といっても動画だけではないのですが、 YouTube の伸びからもわかるように、ネットで動画を見るのが浸透してきています。特に YouTube は手軽に誰でも動画発信できるということで注目されています。またもしかすると探し足りなかったのかもしれませんが、 YouTube 上で太陽電池の研究者、学者が運営するチャンネルを見つけることができませんでした。なのでやってみようかなと思いました。そして2020年3月末に初の動画公開をして今に至ります。はい、ここまでが経緯でした。次に目的、どんなことをしたいのかについてお話しします。勉強研究のスタートをアシストするというのが、もちろんなのですが、動画で説明することで理解の障壁を低くすることができると思いますし、
またちょっと高度なことも伝えることができるのではと思っています。例えば太陽電池の動作原理の理解というのは太陽電池の勉強研究の根幹にあると思います。ただこれを文章のみで説明するよりも音声やポインターがあったり繰り返し視聴することができると理解しやすくなると思います。例として CIS 太陽電池とペロブスカイト太陽電池の動作について、少し前提などははしょりますが説明します。具体的には電流と電圧がどのように決まるのかを説明します。まず CIS ですが、この画像は CIS 太陽電池の典型的な断面図です。横に対応するエネルギーバンド図を示しました。下側から行って裏面電極のモリブデンがあって、本来はモリブデンセレン2というモリブデンのセレン化物がいます。ここではバンド図にはあえて反映していません。そして P 型の CIS 系化合物、ここではカッパーインジウムガリウム SE2 があります。ここが光吸収層とか発電層と呼ばれる部分です。通常この部分の膜厚は約2ミクロンから3ミクロン程度です。その上に硫化カドミウム、硫黄化ですね、硫化カドミウム酸化亜鉛のバッファ層と言われる層があって、最後に N 型の透明電極があります。ちなみにここでは ITO、つまりスズ添加の酸化インジウムを書いていますが、通常は酸化亜鉛系の材料です。ここに上から、つまり透明電極側から光を当てると、このように CIS の価電子体の電子が電導体に励起されて、負の電荷を持つ電子と正の電荷を持つ正孔が生成されます。 CIS の表面側で電子正孔対が大量に生成されます。そして奥に行くにつれて光が減衰する、すなわち電子正孔対の生成が小さくなります。 CIS の表面側で生成された電子は電解がかかった空母層、ここですね、まで比較的容易に到達します。これは単純に距離が短いからですね。でそうすると電子が一つ CIS から出ていったということは、電荷の中性を保つには正孔も CIS から出る必要があります。その場合にどこから出るかというと、表面側に抜けるか裏面側に抜けるかですが、表面側にはここに大きなエネルギー障壁がありますので行くことができません。よって裏面側から出ていくことになります。でここで CIS は P 型半導体で、正孔がここにですねたくさんいますので、電子が1個表面側に出ていったら瞬時に裏面電極の近くにいる正孔が出ていくということになります。これで光生成キャリアが分離されるので発電するということになります。ただ CIS の深いところで生成された電子は空母層まで比較的長い距離、すなわちこの例で言うと2ミクロンから3ミクロン程度走る必要があります。もしもバンドギャップ内に欠陥が多い場合には、その欠陥を介して励起された電子が再び正孔と結合する、すなわち再結合をします。この場合に外部に電力を取り出すことなく、ただの熱になるということになります。つまり奥側で生成された電子を収集して電流値を大きくするには、再結合の元となる欠陥を減らす、すなわち結晶品質を向上させる必要があります。次に電圧ですが、その限界は P 型である CIS の電導体、この辺ですね、と N 型である透明電極の電導体、このエネルギー差に対応します。次にペロブスカイト太陽電池の説明をします。右が断面図で、左が対応するエネルギーバンド図です。これは動作原理の説明のために理想的なバンド図を書いています。さて表面側にフッ素添加の酸化スズ FTO ですねがあります。これが N 型ですね。で電子輸送層と呼ばれる TiO2 があります。 CIS でいうところのバッファ層のようなものです。そして新生半導体のペロブスカイトがあり、膜厚は 0.3 ミクロン程度です。そしてこのスパイロオミタットというのが P 型の有機半導体です。このモデルで考えると NIP 構造です。ここに上から光を当てるとペロブスカイトで電子正孔対が生成されます。ペロブスカイトがすごいというか不思議なのが、光を吸収するのに必要な膜厚に対してキャリアが走れる距離が倍以上、とてもいいものでは10倍程度長いということです。よって生成されたキャリアは効率よく分離されるので、吸収された光の分だけ
電流が得られるということになります。そして電圧ですが、その限界は光吸収層にかかる内蔵電解、この内蔵電位差ですね、これに対応することになります。これでもまだ難しかったように思いますが、一連の今の説明を文字だけで説明するよりも動画の方が理解が進みますし、高度な説明も可能だと思います。ということで、太陽電池大学を勉強、研究、ビジネスにぜひ活かしていただければ幸いです。はい、以上が大仏での発表内容でした。今後も太陽電池大学では太陽電池、太陽光発電、また再エネに関する知識や考え方を提供していきます。最新動画を見逃さないようにぜひチャンネル登録をお願いします。それでは次のシーズンでお会いしましょう。